どうもこんにちは。今日はですね、3月の9日のですね、火曜日ですね、現地時間のですね、今夜の10時、前です。ですね、ちょっとお、あの、お荷物の検品等をしてまして、ですね、ちょっとね、また、ため息が少し出てしまうようなんですね。そして、正直なところ、憤りまで今ね、ちょっとこう、感じたことがありまして、ですね、今ね、こう、画像に映ってると思うんですけども、これ、モデル237ですね、ケロシンの灯油モデルの237に装着されていたの、これ、ベンチレーターなんですけども、一目でわかるようにですね、ものすごいですね、ひどい、状態ですね。これひどい状態っていうのは、このベンチレーター自体がそのひどいっていうよりもですね、このペイントですよね。これね、今や、匂い嗅いでもわかるんですけども、俗にこう、いうフレッシュペイントの、もう新しいペイントですよね。部分的にはですね、まだひょっとしたら 乾いてないとこもあるんじゃないかな、みたいな感じのですね、雰囲気のある、もうこれね、ベンチラテですので、ここ、熱が非常に当たるとこですよね。ですので、ホーロー加工してあるんですけども、そしてですね、ホーローのですね、何でしょう。少し欠点なんですけど、どうしても長年使っているとこのチップしてきてね、ここのホーローがポンポンとこう熱で飛んだりして、ひどい状態になるっていうのはもう普通なんですけども、ですね、これはですね、そこのホーローの欠けた部分ですよね。ここのありがちなボールナットの周りですとか、このエッジですよね。エッジの部分。そしてですね、おそらくここの、ベールの入るあたりもですね、これかなり、やられているような気配がありますよね。でですね、その後も含めてですね、表なんかも、裏も表もそうですよね。特にこの裏のところ、見えないところなんで、さらにひどい、修復っていうレベルではないんですけども、見るとですね、なんかちょっとこう、最低耐熱パテかなんかだと思うんですけれども、なんかね、ここのベールの入る穴がですね、こう、なんですか、なんか理由があってこう大きくなっていたか、なんだかわからないんですけども、そこをですね、うまくこうパテを当ててですね、穴を、再度生成したような感じですね、こちらはね。そしてですね、逆の方向はですね、ここはね、なんかこう六角、四角、なんかね、ナットみたいなのがですね、こうボルトかなんかが無理やりこうつけられてですね、そこで土台を作って、そして反対側同様ですね、これ耐熱パテかなんかをとりあえず手でポン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 とこうね、パウンドして、コネ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 して、つけたみたいな感じですよね。そしてですね、あとはもう、もう一気に、このペイントですよね。これはおそらくね、明らかにこれ、アクリル、系のですね、ペイントで、もう、火つけたら一発これ焼けて、ものすごい煙とですね、変な匂いがこう出るんじゃないかなっていう状況ですよね。で、ここのあたりもなんかこう、パテが、盛り付けた後ですね、まだ綺麗にこう、サンディングしてね、美観がこう、かなりこう、綺麗にやっているようであれば、まだ、許せる範囲というかですね、なんかこう努力の結果があって、少しはね、いいんじゃないかななんてね、納得できるようなこともあるかもしれないんですけども、やはりこれに関してはね、ちょっとこうひどすぎるなと。林、これはですよね、これね、遠目でこうもうパーッと見てね、こう写真撮ってしまうとですね、これもう綺麗にこう、写るんですよね、おそらくね、写真で。
でそれでまあその全体的にこのオークションに出品、するのにですね、もう綺麗な写真ですよね。もうたるがためのこれはもう何でしょう、もう本当にね、浅かさ浅かな、もうちょっと言葉を何て表現していいかもわからないぐらいですね、まあひどいですよね。でこれでですね、まあ変な話だけどあれですよね、ね、そこそこのおそらくこれ額で落札されたんだと思うんですけれども、ですね、まあまあそういうあれですよね、高額で落札を、まあさせるがためのこういったような、手段ですね。でね、ここ今上についてたんですけれども、これあれですよね、このね、先ほどのこの跡がこうあるんですけども、ここに何かね、このナットですよね、これワッシャーがね、ここ本来ついててですね、まあその上からペイントを散布して、本来こんな感じでくっつけただろうところがですね、もうポロリとこんな感じですよね、取れて今ここにこう残った感じでしたよね。であとここのフレームも見て分かるように、もう半乾きのまま、おそらく写真をパチリと撮って、オークションに出品して、まあ、落札されて、まあ、送られてきたみたいな経緯だと思うんですけども、もうこうついちゃってますよね。そしてね、細かいところを見ると、一応にはね、この、タンクとかこのカラーの部分ですよね、そしてフレームも含めてね、綺麗にはしてある感じなんですけども、ただね、これよくも近くで見るとものすごい傷だらけなんですよね。ですので、おそらくこれ何でしょうかね、ものすごい粗いスチールタワシみたいのですよね、を使ってですね、ひとまずなんかこうパッと見こうですね、まあ何でしょう、汚くなってる部分はですね、まあ本当にもう力任せで落としたかな、なんていう感じですよね。で、まあこのね、ちなみに蝶ネジはこれ確実にね、これはアフターマーケット品のですね、まあ今こちらでも、まあハードウェアショップ行けば普通に売ってるものですよね、これね。これ素材もね、これ明らかに違いますね、本来のものとはね。これ多分ね、これジンクかなんかのちょっとこうっぽいですけれども、それなんでね、ちょっとこう今ついでに外させていただきますけれども、そうですね、これね、一応はあれですよね、カラーなんかは綺麗に一応するために一回これ外してるっぽいですけど、他のね、まあ見えないこんなようなところは一切こう手を入れてないですよね。あとね、ここのフレームの部分はね、ここもね、こんな感じでクレ CRC みたいのかなんかのちょっとオイル系のものをプブッと吹きかけて、ですね、ちょっとこう磨いて黒光りをさせてるような感じですよね。これもおそらく写真で撮った時にこうちょっとこう綺麗に見えるがためにやったんじゃないかなっていう感じですよね。で、あとはね、まあ期間は実際どうなのかな、なんてねいう感じで、ちょっと見てみますと、でまあ、灯油がね、まだね、若干中に残ってますけれども、まあ、肝心なこういう部分、この、ガスケット、これはもうへたれちゃってますよね。で、どう見ても、手を入れた気配はないですよね。
そうですね、一応ね、まあ、これはね、今、たまたま箱をね、開けた、ところですね、まあ、こんなものだったので、まあ、少しこのあたりはですね、まあ、現状こんなのもありますよということで、まあ、注意された方がいいかなっていう、まあ、ちょっとした、まあ、アドバイスですかね。で、あとね、ここの今、グローブですよね。これね、よく見てると今これね、ひびがパパパパパッとこう、こう入っちゃってるんですけども、これはね、実際の元からこう入ってたものかは、まあ、落札された方にね、確認しないとなんとも、わからないんですけども、まあ、一応こんなね、もしあれですよね、本来こう、入ってないものが今、ね、入ってる。ということは、まあ、輸送中に入ってしまったと思うんですけども、梱包もね、まあ、やはりかなりひどかったですよね。で、もしこれ、ひびが入ってないものがですね、梱包の、なんでしょう、まあ、輸送中に割れて、こう、ひびが入ってしまったっていうのであればですね、まあ、正直なところ、こうなってしまってね、しょうがない、ですね、まあ、当たり前の梱包状態かなっていう感じでしたね。ですからね、これ結局はまあ、こういうセラさんね、もう間違いなくお金目的だけでですね、やって、まあ、こんな、あれですよね、コールマンの本来、ね、こんな姿にされてしまってますけれども、まあ、ね、あるべき姿ではないですし、ちょっとこういうのね、見ちゃうと本当に、憤りを感じてしまいますよね。でね、一応まあ、実はね、これに先駆けてですね、まあ、ちょっとね、eBay をですね、軽く見ていました。したらですね、まあ、前回ちょっとそのクリスマス、仕様ですよね、を、まあ、ちょっとこう、装った、ランタンの件にですね、ついて動画を上げさせていただいたんですけども、まあ、それをですね、また追随したというかですね、おそらく赤い、ベンチレーターと、まあ、グリーンのタンクの200、ランタンですね。これパッと見まあ、確かにクリスマス版のですね、まあ、俗に言うクリスマスと言われているモデルとですね、こう見分けがつかなかったりとかですね、まあ、その本物そのものだと思ってですね、こう落札をされてしまうみたいな、ケースをですね、まさにね、それを狙ったんじゃないかなっていう、まあ、明らかにそれを狙ってるなっていうですね、ものが今もね、実は出品中で、おそらくこの動画を見てる方の中にもですね、おそらくことだなっていうふうにですね、ピンとくる方もね、いるとは思うんですけども、でね、ちょっとそれについてね、実はいろいろちょっとこう、どんな記述がされてるのかなっていうのをね、今、端書きなんですけども、書き出してみました。そしてですね、まあ、あくまでもね、これセラーさんがいい悪いとかっていうその批判ですとかで判断をするっていう意味でもね、今、説明ではないんですけども、あくまでもですね、なんでしょう、まあ、今ね、特にコールマン高額になってますので、せっかくですね、すごい高いお金を出して落札されたところですね、実際それを着たら偽物だったとか改造されてたとか、まあ、これみたいにそのペイントがひどい状態ですとかって、まあ、こうね、到着して初めてね、分かりましたみたいなことにならないようにっていうことでの あくまでもアドバイスです。でね、今ね、さらりと説明させていただいた、今そのクリスマスのですね、200ランタンを、ですね、まあ、装った、ちょっとね、言い方悪いかもしれないんですけども、それが現在出品されているものはですね、一応クリスマスっていう言葉はね、一切書かれてないんですけども、まあ、レッド&グリーンコールマンみたいな感じでこうタイトルがこう、書かれてまして、まあ、綺麗な写真がいくつも載ってますよね。
でね、その中で一応ですね、僕というか私が気になったのはですね、商品はですね、まあ状態をこう大体、簡単にこう記載している部分があるんですけども、これはまあ eBay で出品する際にですね、まあそれが例えば新品なのか中古なのか、まあ入荷ユーズドなのかみたいなこう選択があるんですけども、そこの欄をこう見ていったらですね、最後に今ね、ここに今、モディファイドアイテムかどうかですよね。これモディファイドっていうのは要は改造してありますか、それに対してのイエスかノーかっていうのをですね、記載されている欄にですね、このまあ該当のものはですね、改造されていますか、これノーってなってるんですよね。ということはですね、まあつまりは何もこういじってませんよっていうのが本来のそういった意味であると思うんですけども、でね、これもまあ書いてある通りなんですけど、まあ中古品ですよと。そしてですね、このタンクですね、これファントはポントはリペイントが再塗装がされていますよという感じですよね。そしては写真を見てくださいと。でさらにはこの何でしょう、リスティングの、まあ、説明は読んでくださいよと、まあ、詳細も読んでくださいねみたいな感じで一応にはですね触れてるんですよね。まあ中古ですよ、綺麗にしてありますよ、そしてタンクは再塗装してありますよって書いてあるんですよね。でまあ先ほど言ったようにタイトルにはこのレッド&グリーンコールマン、タラタラタラみたいな感じでリスティングされてるんですけども、でね、細かな詳細の部分がここでですね、まあ、今抜粋こうちょっとこう、して書いてみたんですけども、再度ねここにもありますけども、まあ、このランタンはですね、まあこの、まあ、クリーンドですよね。ですからまあクリーニングされていて、ここにまあ先ほどもありますように、まあ、タンクはリペイントされてますよとっていう感じなんですよね。でね、ここもねちょっとまあ英語の文法的な言い回しの部分でなるんですけども、ここねまあ、has been っていう感じの、まあ英語詳しい方は分かる、どういう使い回しの時にこの has been って使うか分かると思うんですけども、これはねどちらかというとね、つまりは何でしょう、分かりやすく言うと、もうこのセラーさんが、このリペイントをしましたよみたいな感じ、最近ここはリペイントしましたよみたいなニュアンスのこの、表現なんですよね、この書き方っていうのは。ということは、まあ、これを読むとですね、まあ、おそらくまあこれはもうセラーさんが、こう手を入れて、リペイントをしてっていうのは大体想像がつくんですけども、まあ、その通りだと思うんですけども、まずこの時点で先ほどねこの言ったモディファイドアイテムですよね、これまあノーってなってますけども、本来ここはまあイエスであるべきかなっていうのが私の意見なんですよね。というのはこのね再塗装した時点で、まあ、これはまあ、正確には改造ではないかもしれませんけれども、実際このオリジナルものではない塗装がもう吹き付けられてますので、まあ、私の認識でいくともう立派な改造かなっていうところですよね。そしてですね、一応ここでさらりと一応これはまあリペイントされてますよっていうのは書かれてまして、その後まあですね、このキャップですよね、新しいこれはまあシールがありますよ、まあキャップのですね、ガスキャップのガスケットが新しくなってますよということですよね。そしてなおかつですね、ここのレッダークリーンオイルって書いてありますので、これはポンプのですね、ポンプのレザーですね、革パッキンをクリーンにして、なおかつオイルをこう染み込ませましたよという感じですよね、まあ、イコールちょっとしたこう手入れはしてましたよますよみたいな感じの、ことをですね、こう書いてる感じですよね。そしてですね、まあ、別なちょっとこのところに、ここにもベンツ has some chips って書いてあるんですよね。
まあ、ベンチデータはね、ちょっといくつかあの小さなチップがありますよと、欠けがありますよということが書いてあって、そして、ここの That have been painted ってなってるんですよね。まあ、正解にこれ That has been だと思うんですけども、お、そしてあ、いいんですね。これですね、チップスだから複数あるので、これはまあ That have been painted で、まあ、これあの、そこの部分は、ペイントしましたよと。で、書いてありますね、正直にね。でね、そしてここのね、ところ、これね、前後にこれ文がこれあるわけじゃないんですけども、一つのこれもここの部分だけで、tested and hold air って書いて、holds air って書いてあるんですけども、これはまあ、テストをして、そして、まあ、空気はホールドしますよと、っていうことなんですけども、多分ね、ここがね、ちょっとね、紛らわしいことで、実際じゃあ、ここのテストしたっていうのはね、ここにもちょっと今日本語で書いたんですけど、まあ何をテストしたんですかってとこなんですよね、正直なところね。これでね、絡めてると、まあ、テストしたところ、タンクの、ですね、には、こう、ポンピングをして加圧ができますよっていうことをね、これ、遠回しに言ってるんじゃないかなっていうような書き方っていうのがね、ちょっとこう疑わしいんですよね。っていうのは、ここのね、先ほどあったね、このポンプのキャップは新しいガスケットが、変えてありますよと。そしてレザーは掃除してオイルを、散布しますよと。そしてこれに続いてですね、このテスティッドっていうのはこの後にこう書かれてたんですよね。ですから、イコール、ここのテストしてホールドエアしますよ、っていうのは、ここにかけてるような感じがするんですよ。そしてね、ここ、あくまでもテストっていうのは、点灯、ライティングテストとは書いてないので、紛らしい感じですよね。ですからね、前も何度かね、こういうお話をしたことあるんですけども、非常にこの紛らわしい書き方です、ね、なんだけれども、一応には何か問われたときには、きちんと書いてありますよと、これ、タンクはもうペイントしてあると書いてありますよ。で、このチップのあるベンチも、ペイントしてあるって書いてありますよと、というような感じでですね、肝心なところは書いてあるんですよね。ただ、ランタンとしてですね、じゃあ機能するのか、もしくは点灯テストしたのかっていうことはですね、こう触れてないですよね。でね、ここにもよくありがちな記述なんですけども、まあ、何か質問があれば入札する前に、問い合わせをしてくださいよとっていう感じもこれ書いてあるんですよね。ですので、これまあおそらくね、こういう質問をせずにね、まあ、入札をして買いましたと。ということで、まあ、後になって、こう、実際、こう、届いた商品を見たところですね、まあ、予想外のものだって、クレームを出した場合にもですね、多分、おそらくこのあたりは、まあ、ね、質問があるんであれば、入札する前にきちんと、こう、質問してくださいと書いてありますよと。みたいな感じの、あれですよね、部分もこの、受け取れますよね、そのね。でね、実はこのセラさんにね、ここのチップのことに関してね、ちょっと実は質問をしてですね、返ってきた返事があるんですけども、まず私がね、質問した内容は、このベンチレーターのね、チップ、これ再塗装してあるって書いてありますけども、点灯した際に、点灯させた際に、問題はないんですかというふうな質問を投げかけたところですね。まあ、返ってきた回答が、小さなチップだから問題ないよっていうのが回答だったんですよね。でね、要は問題の趣旨はですね、まあ、小さいから大丈夫だ、うんうんっていうことで、当然これね、あ、なるほど、そうですねっていう納得できる内容ではないんですけども、あとは皆さんね、これもオールドコールマンを使って詳しい方であればですね、まあ、そういう
意味じゃないんですよっていうのはね、誰しも思うと思うんですけども、もちろん私もそうなんですよね。ですので、おそらくね、このセラさんにはですね、もう全くあれですよね、もうコールマンをですね、何でしょう、もう本当にお金を稼ぐ手段っていうだけかなっていう、あれですよね、感想ですので、もちろんね、当然コールマンはね、まあ、価値があるものですので、それをまあ売って、まあ、自分のコレクションを売ってですね、まあ、お金を変えて、それをまあ自分の生活の足しですとか、まあ、お小遣いをするっていうのはもう別に問題はないですけれども、ただね、こういったようなですね、まあ、ちょっとこう偽りというかですね、こんなようなことをやって、まあ、高く売ってお金を儲けようみたいなですね、セラーさん、まあ、最近ね、なんかちょっとそういうセラーさんがね、ちょっとこう非常に多いなっていうのとですね、実際ね、まあ、この例もあったように、その前回のクリスマスのですね、まあ、ちょっとこうですね、まあ、ハイブリッドというかですね、こういろんな他の部品と組み合わせて、まあ、クリスマスのように見せかけたものなんかね、こう到着したりとかってね、まあ、増えてますので、ですね、まあ、先ほども言ったように、入札される場合ですよね、まあ、このセラさんも言ってる通りにですね、何かあれということがあれば、まず質問をするってことですよね。で、あとはね、本当にもうぶっちゃけね、聞いた方がいいですよね。変な話、まあ、本物ですか、偽物ですかって聞いたところで、分かるセーラーさんと、そうでないセーラーさんがいるとは思うんですけども、まあ、今、ちょっとこうね、説明したセーラーさんのようにですね、まあ、ちょっとこう、疲れると、ビクッとしたようなですね、質問みたいのもですね、してもこれはもう全然問題ないと思います。で、まあ、その際にですね、当然もちろんほらあれですよね、まあ、それって詐欺じゃないですかみたいなねことは当然これは良くないんですけども、まあ、サクッとですね、こう確認をして、あ、これは手を加えているものだなっていう判断ができれば、もう、まあ、それはそれで OK とっていう感じですよね。まあ、当然それに言ったものには、まあ、手を出さない方が、無難ですよね。でね、残念なことにね、高騰している理由はですね、そんなようなものでもですね、今新たなこういうコールマンを、オールドコールマンをですね、収集し始めた方とか、興味を持たれた方っていうのがついついね、そのあたりをですね、知らずして高額でね落札して、それがさらにそういったようなね、ちょっとこうお金儲けのためにコールマンをこう出品しているような、セラーさんですよね。だからどん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 こういうふうに悪い方向にエスカレートこうねさせてしまうようなですね、こういう流れができてるんじゃないかなっていう気もしますね。まあ、今ねすいません、簡単に一応ね説明をさせていただいたんですけれども、再度ね、何かおかしいなっていうことがあったら、まあ、セラさんに、質問すると。あとね、写真がやけにね綺麗だなっていうのがあったらですね、そのあたりも聞いた方がいいですね。リペイントしてるんですかとか、まあ、ベンチレーター、これも塗られてるっていうことなんですけども、まあ、使用してもこれ大丈夫なんですかと。まあ、そんなこともね、まずは確認した方がいいですね。まあ、今日はね、以上そんな感じで、あくまでもアドバイスですので、まあ、何かね、他に具体的に何か質問等あれば、また、質問等を寄せていただければ、動画にしたいかなと思います。
まあ、今日は以上です。どうもありがとうございました。